はい、おこんばんちは、うかでございます。確認したところ、ちらっと見るとこの通り、こちらは3年生、2年生、混合チーム、向こうがまさかの2年生だけというね、謎の、オーダーです。まあ、買っていこうか。さあ、新しく、新年度になってね、さらに強さを増した、栄光大相模。あ、じゃない、間違えた、栄光大湘南。さあ、行きます。相手は、相模西高校です。なんとか頑張ってもらいたいですね。うん。向こうのマネージャー、ツインテールか。なるほどね。お願いします。さあ、相手は、強そう。意外性ない。実力のあるチームなんだな、やっぱり。オッケー。まあね、うちもね、やばい、さすがに引き取られた。でもこっちもチャンス。あとランナー二塁。中条お願い。精密機械発動。おい、ほい、で、どっちの方がいいかな。引っ張っ、お任せ。任せるよ。そうだー！よっしゃ、やっぱお前にはもう、やっぱお前は頼りになるよ。やったぜ、ツーランホームラン、同点！さすが中条。相当だな。やったぜ、2-2で。オーケー、いいね。で、おせ、1、3塁来た。そして、中条。中条、いいね。いいね、中条。流し打ち。流せ。よし、落ちろ、ダメか。タッチアップ、ゴー！オッケー、余裕。引っ張った方がよかったかな、せっかくだったら。お、もう一回入った。ノーアウトランナー二塁。来た。そして、篠田か。オッケー。ファイト。ファイト発動。引っ張ってこい。強振対応、積極。やっとっと、オッケー、心理だ。今、ノーアウトだから。岡部、お前、来た、引っ張りができるか。ラッキーボーイ発動じゃ。いいよ、じゃあちょっとお前、強振で思いっきり引っ張ってこい。お前だってワンチャンあるバッターなんだから。そうだ！タッチアップか？タッチアップ？ゴーゴーゴー！よくやった。いいタッチアップ。よっしゃ、3点目。ノアだ、ちゃん、そしていいね。はい、横溝、お前、打つな、よく。うん。いや、意外といい選手になるかもしれないとは前々から思ってたけど、結構、だーまあ、まだワンアウトワンアウト。中条。中条、余裕。任せる。はい、ありがとうございます。強。中条、いいね。やったね、最高じゃないですか。2対7。結構相手中堅校でも勝てるもんだね。こっちそこそこなのに。評価って言ったら。おっと、さあどうしよう。ラッキーボーイ発動からのナメカワがもう100球超えたか。まあ、いや、でもツアーだから無理することはなかろう。おっと、あぶね。大丈夫。俺はお前を信じてるから。よっしゃー。おっと、ダメか。いや、でもバックホーム。よっしゃ、丸いで押せた。オッケー。ゼロで押さえるよ、ここ。ここゼロで押さえるよ。交代、タイム。ピッチャーが疲れてるな、よく見たら。さあ、ここで使うか。犬塚、お願い。犬塚がいるんだ、俺たちには。まだ3年生。この二人で一つだから。頼むよ。内閣中心。でー大丈夫大丈夫大丈夫ライトこれか。これが奴らが中堅校と言われるゆえんか。しんどいな、ここで。いや、でもこっちはチャンスがある。そしてバッターが中条。お願い。お前に任せる、この試合。お任せ。頼む。よし。避けて。よし、続けろ。ザート。おー、しょ。いいね。二、三塁。さあ、流れ来たよ、流れ。まだ流れはこっちにある。完全に持ってかれたと思ったけど、菅原。街道じゃないですか、うちの。強心臓。チャンスに強いが、つくぜ。流し打ち。おーしゃ、抜けた。よし。中条も帰ってこれる。あ、ちょっと危ないかな。あ、オッケー。よっしゃ、よく行った。街道。さすが、神奈川の街道で。はっとり。引っ張ってこうか。ファイト。調子アップ。はい、引っ張り。お前もワンチャン、そうだー！ありがとうございます。はっとり。うちのチームの爆発力を舐めないでもらいたい。オーケー。7対11。4点取られたら4点取り返すよ。守備か。ノーアウトランナー1塁。外野中心。おっしゃ、ゲッツー。おい、守備力がねえんだ、うちのチームは。ゲッツーあんま期待できねえな。ちょっと安全に置きすぎるから。まあいいや。
でも、ワンナウト取っただけでかいよ。月次2人、おーへい、ホームラン量産するね、お互いに。これで何点差だ？な、9対11。これは分からんぞ、本当に。あ、来た。ノーアウトランナー1塁。そしてバッターが岡部か。オッケー。引っ張ってけ。どうあれ任せる、この勝負。だー、何ー、セーフ。危な。月だったら最悪だよね。ダブったらもう、それこそね、流し打ち。あ、2年生、その辺任せてんだ、あとは。なるほどね。分かりました。三振だけは。おーしゃー、よくいった。よくいった。ナイス。よく繋いだ。よし、さあ次が、板倉。板倉いいね。精密機械発動。盗塁はダメだ。やんない方がいい。それで強振でお任せ。ワンアウトだから。よし抜けろ。あーしゃ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 ー。いいぞいいぞ。オーケー。取られたら取り返す主義ね。うん。さあ横見ぞ。行こうか。ミート対応。慎重に行こう。で、流し打ち。慎重に行っていいや。うん。フォアボール、フォアボール。やばい、三振の予感。おだい、あぶねえ。ま、中条。中条。ありがとうございます。あー、決めなかった。くっそ。よっしゃい、中条。中条、いいね。やっぱりね、この男は期待できるよ。もう6点差なら大丈夫だろ。一先生任せてもいいわ。はい、菅原。はい、菅原、引っ張ってこい。うん、お前も、あー、ダメか。あ、今や、オッケーオッケー。うちには、中条呼ばんのがいいんじゃねえかな。そうしよっかな。ちょっと、え、塚田、余裕、内閣、遅やろ。中堅校に勝ったならば、格上だからね、一応、建前は。まあ、俺らのが明らかに強いですけど、よいしょ。ただ、ピッチャー全員で9失点は痛いな。やっぱり、ちょっと、なめかは、まあ、ちょっと、いまいちなのかな。今回でもなんかな、確かに今まで3年間ずっとこれ、阿波の一人に、なんか、やっぱり、おんぶに抱っこだった感覚も、感じもあったからな。それがなくなるとどうなるかっていうのがちょっと、でーわからないんでね。それも考えておきたいですね。ツーベース、止めろ、させ、ダメかー。まあいいまあいいまあいいや。オッケーオッケー。肩だ。こういうのって多分あるんだろうね。あの、オールA育成理論みたいな。やっぱありますからね、パワープロはそういうのが。ストレート、フォアボール。ストレートじゃないか。せめてストライク入れようよっていうツッコミあるんですけど。押さえろ、三振。いけ、よっしゃーい、勝った。ピッチャーが不安だ、今年は。たくさん人数はいるけど、それだけだよな。勝ちました。なんとか。8対1。ん？違う、もっと違う、もっと言ったら8対1じゃないな、言ってんだよ。9対15というね。成田の満塁ホームランびっくりしたな。やっぱ打たれてんな、うちのチーム。犬塚が勝利投手の結果的には。勝ちました。あー、なるほどね。まあ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 って感じだな。信頼度上がるのはでかいですね。途中出場で出ても。評判。あ、練習試合申し込み当たるじゃん。よいしょ。やるもちろん。そこそこ、どれもそこそこか。じゃあ。じゃあ、神奈川北。足柄。そこ、どれがいいだろうね。じゃあ、どちら、あ、でも神奈川北は今までやったことだから、じゃあ、三浦大夫。はい、いいです。うん、勝ち癖つけよう、本当に。うちのチームは。よし、近いぞ。で、2位来い。2、あ、来ない。2位来ないっすか。わかりました。ジャバント練習。1か2来てほしかった。お、なんだ？板倉、関東の稲妻。かっこいいな、おい。いきなりどうした？関東の稲妻だってよ。やーべえな。おー、上がって上がってく。よし。お、誰？ OB、出てた、よかった。チラッと見たら誰だったかわかんなかった、今。さあ、どうしようか。どちらにせよ変わんねえのかな？ 3、じゃあ5でいいや。じゃあ、座禅で。さあ、次回は誰、ど、まあ、いいや。はい、練習試合です。まずこれだな。はい、はい。票上がるは上がるね。オッケーオッケーオッケー。スタミナ2上がった。でかい。2とかたくさん上がってほしいな、一気に。おー、はーい。やっぱ心地いいですね。こういうピコンピコンっていう、このテンポいいやつが。はい、というわけで次回行きたいと思います。練習試合、頑張るぞー。それじゃあねー。